どこへ回り上がっても、このままでは歴史が変わってしまう。ここはベジータに加勢するじゃ。これを見過ぎるなよ。出てきてやがったのかい。この時点もそうだ。死ぬと時を切りやがった。友人がこんなところまで来るわけなかろう。何を寝ぼけてやがる。訓練の成果が出てきたな。この調子でどんどん行こうぜ。ふっ、いざしたパワー。サイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。何だったんだ、さっきのやつは。ご苦労じゃったな。歴史は無事元の流れに戻ったぞ。こっちでも調べてみたが、歴史を荒らしとる奴らはどっちもとんでもない悪人じゃぞ。ターレスはサイヤ人の生き残りの一人。宇宙を暴れ回るならず者クラッシャー軍団のボスじゃ。スラッグも数々の星を支配下に収めていた魔族の軍団の親玉じゃな。二人とも他の歴史で悟空君に倒されているわ。おそらくトランクスたちが二人を追っているが、まだ足取りはつかめておらんようじゃ。何か対策を考えなければの。そうね、その通りね。でも私用事があるからこの辺で失礼するわね。おりゃ、わしの話を聞いとったんか。話し合いをせんといかんじゃろうが。何よもう、私だって忙しいのよ。時々がそろそろ卵を産みそうなのよ。だからあの子のお世話をしないといけないの。おお、そうじゃったのか。それはめでたいの。時々は時間の流れを司る神聖な鳥、卵の中には新しい宇宙の時間が詰まっとるんじゃ。簡単に言っちゃうと、時々の卵には時間を生み出すエネルギーがあるの。あの子を守り育てて健康の卵を産ませることは時の海王神のお仕事の一つなのよ。生きとる間に新たな歴史の始まりを見ることができるとはのう。そういうことで私は行くわね。あ、だからあやつらの対抗策を。そんなのまた邪魔してきたらぶっ倒すしかないでしょ。いや、まあそうかもしれんが、やれやれ、今後も力押しになりそうじゃの。お前さんも大変じゃな。ま、頑張れよ。